おはようございます。バイクで日本一周44日目、7月15日木曜日の現在時刻朝5時36分です。今私ね、こちら、クッチャロ湖畔キャンプ場というところで朝を迎えております。今日もね、空すごいね、いい感じで晴れてくれそうですね。これね、いつも何を飲んでるんですか朝って言われるんですけど、インスタントコーヒーですね。これはで現在時刻8時7分です。こちらね、クッチャロ湖畔キャンプ場出発してね、今からちょっと寄り道しながら東のね、海沿いをずっと南下していきます。現在時刻8時36分です。私ね、こちらこれなんていうもんでしょうかね、嘘丹内でしょうかね。相当運がね、ちょっとどっちなのかよくわからないですけども、砂金採掘公園キャンプ場というところにね、今到着しました。これ後ろずっとね、砂利道を走ってきたんですよ。怖かったですよ、またプラグ外れないか。今ね、ちょうど管理人さんがね、ここまで到着されたんでお話伺ってたんですけども、こちらのキャンプ場ね、有料で400円だそうですね。で、ここでね、砂金のね、体験、ほら、この体験場っていう風になってるんですけども、これがね、有料で500円で体験できるみたいで、ね、一応駐車場はそこで、サイトがね、この辺にね、クロリンかと、どこでも貼っていいっていうことでね、ここもちょっとね、椅子代わりになってね、椅子とテーブル代わりになるんじゃないでしょうか、この階段がね。で、そこにね、炊事場があって、洗濯機もあってね、で、奥にトイレが、あっちにトイレがあって、これがね、管理棟っていう感じですね。なかなかね、穴場かもしれないですね、意外と。この木が日陰作っててくれていいですね、これ。あちらの方とかだとね、ハンモックもできそうですね、木があるんで。あそこにも水道ありますね。川が流れているみたいですね。現在時刻9時15分です。今私ね、こちら、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園というところにやってまいりました。こんな感じでね、ここからね、なんか10分ぐらい歩くらしいんですよね。来る道中もね、ちょっと山道、熊が怖くなって、差し入れで一緒にいただいた、この FGR さんにいただいた熊鈴をね、鳴らしながら来たんですけど、ちょっと10分ほどね、歩かないといけないらしいんですよね。怖いですね。私大丈夫でしょうか。さあ、ではね、鍾乳洞行くまでのね、10分間の道がちょっと怖いですけども、クマさん出ないでくださいよ、本当に。クマ鈴ね、これ本当にね、 FGR さんありがとうございますですよ、本当に。これがなかったら怖いですよ。こちらにね、水草と、これすごいね、小さい魚がいっぱいいるんですよね、黒っぽいの。知ってますでしょうかね、オタマジャクシのような、何でしょうかね、この魚は。いっぱいいますよ、これ。びっしりいますね、ここに。今ね、この鍾乳洞までの山道を歩いてるんですけども、クマスズがなかったら僕非常に怖いですよ、こんな水が流れて。大丈夫でしょうか、私ビビリなもんで本当に怖いです、今本当に怖いですよ。なんか動いた、怖い。これはね、クマだけじゃなくて足元も気をつけないとね、ムカデやらヘビやら、すごいアトラクションですよ、これは。大冒険ですよ、これは。こちらね、今鍾乳洞の入り口に到着しました。奥にはね、このようにライトがついてて、貸し出し用洞窟探検グッズなんかありますけども、この中にクマがいたら怖い、もうどうしようもないですけどもね。クマはね、捕まえた獲物をクマの穴の中にね、引きずり込んでなんか持って帰るらしいですけども、この中大丈夫でしょうかね。とりあえずね、川口探検隊行ってまいります。この風な感じで、ね、向こうからこう階段を登ってきたんですけど、おいおい怖いじゃないですか。そしてね、ここには鍾乳洞、このようにね、ずっと映ってますでしょうか、階段がね、階段になってるんですよ。怖いですね、これ。ずっと遠くまでね。大丈夫ですか、これ。iPhone 落っことさないように、ちょっと iPhone 直したいと思います。こちらね、このように、非常にね、狭いところを、僕、今、かがんでるんですけども、このような状況ですよ。この、ホラー穴に僕一人ですよ、今。これ電気消えたらもう、終わりですよ、本当にもう。怖いですね。でも楽しいですよ。ひんやりしてて気持ちいいですよ。さあ、私ね、鍾乳洞は、なんとか無事に脱出できたんですけども、この軍艦岩ルートというところを通ってね、
駐車場に今戻ろうとしてるんですけども、怖いですねこの辺。大丈夫ですか、来ないでよ、通りますよ、人間が通りますよ。僕ね、無言で歩くのはちょっと怖いですね、怖いですね、出ないでくださいよ熊さん、大丈夫ですか、通りますよ、これ本当に大丈夫ですか。熊よけのサイレンは鳴らしましたけど、本当に大丈夫ですか。もう出たら終わりですよ、僕武器何もないですよ、怖いですね、怖いですね、熊さん出ないでよ、人間だぞ、食ってもまずいぞ、食用ではございません、間違って食べないようにお気をつけください。こちら北海道限定ハスカップ買いました。ハスカップね、北海道限定だそうです。美味しいですよ、マスカットのね、薄い感じでね、飲みやすくてね、水分補給にもこれキンキンに冷えててね、美味しいですよ。ここの鍾乳洞にね来られてハスカップ飲まれてみてはいかがでしょうか。現在時刻10時17分です。今通り道の川なんですけどもね、何やら川に人が浮かんでるんですよ、人間ですよね、大丈夫でしょうか。うつ伏せになって川に浮かんでますけども、人が、人間ですよね、大丈夫でしょうかね、これ生きてますか、あれ、え、人が浮かんでますよ。こちらね、今カムイ岬公園って書かれてますけども、カムイ、あのカムイ岬とはね真逆の方向にあるんですけどもね、こんなところあるんですね。すごい見晴らしがいいですよ、ここ。現在時刻11時16分です。今私ね、こちら、薄田井部戦場岩キャンプ場というところにやってまいりました。こんな感じのね、海沿いのキャンプ場ですね。もう目の前あちら海ですね。で、こちらがね、トイレって書いてまして、奥の方がね、これが炊事棟だと思われますね。今年はね、キャンプ場が閉鎖になってて、使えないんですけども、外からね、こう眺めて全体の雰囲気が分かればなと思って来てみたんですけども、残念ながらね、今年はこのように閉鎖になっております。さあ、私ね、この戦場岩、こちらをね、眺めながら、このね、あずま屋で、セコマートでね、お弁当買ってきたんで、食べたいと思います。こっちは見ないで。現在時刻1時23分です。今私ね、こちらね、浜那須交流広場キャンプ場っていうところに車をパワーしてきたら、マリンアイランド岡島っていう道の駅に来たんですよね。でこんな感じでキャンプ場っぽいんですけどもね、あそこ閉鎖中になって、去年僕 GSR でね、あそこのベンチに座った記憶があるんですけど、やっぱりね、ここ無料のキャンプ場らしいんですよね。で今年は閉鎖されてるけど泊まってる人もいますよっていう感じでおっしゃってて、火使わないのであればね、もう泊まっていていいですよとか今言われちゃったんですけど、こちらがね、道の駅からね、ずーっと歩いてくるとね、海がありますね、見えますね。砂浜がね、綺麗な砂浜が広がって、そこが炊事棟らしいんですけども、今年はね、そこで閉鎖になってるんで、でこっちのトイレもね、使えなくなってるんですけど、道の駅のトイレの方が24時間空いてるっていうことで、まあ、テント張って寝るだけだったらもういいよみたいな感じで言ってくださってるんですけど、現在時刻3時15分です。今私ね、日の出岬キャンプ場というところに到着しました。こんな感じでね、海沿いのキャンプ場なんですけども、そこがね、管理棟なんですけど、キャンプ場はね、この道路挟んでこっち側のようですね。奥にね、バンガローがあって、目の前のこれがトイレで、奥が炊事棟ですね。でそっちの広場とこっちの広場、これ何やらね、野外ステージになってますけど、こっからね、こっちはどこでも張っていいということで、現在時刻6時43分です。すごくね、夕日が綺麗ですね。もう今さっきね、お風呂も入ってきたんで、あとはご飯食べて編集作業をね、のんびりやりながら、このひととき最高です。